皆さんこんにちは、ウルトラランナーのめこです。今日は疲れた体を癒すケア商品の紹介、イエーイ。体をケアするグッズは疲れてる時や負荷が高い練習をした時はもちろん、日々のね生活に取り入れていきたいと私は思っています。そこで今日は私が使っているケア商品を一挙ご紹介していきたいと思います。明日疲労をとって明日も元気に走れるようになりますよ、ということで早速いきましょう。まずはこちら、フォームローラーです。こちらはアマゾンで買いました。特にどっかのブランドってわけじゃないんですけど、持ってる人多いんじゃないでしょうか。でね、足をこうやって出せて、あっ痛い。これ痛くない人いるんかなって思うぐらいいつも痛いです。一応力調節できるので痛さを抑えることできますけど、マックスこれかな。全体重いてて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 、もう前の方を伸ばしたりだとか、お尻のこの横とか、あだだだだあだだだあだだと言いながらいつも戦っております。一番好きな作り方は首です。首気持ちいいなという感じで寝落ちしてしまっていることもしばしば。続いてはこちら、ケアっていうかトレーニングに近いかも。足の指に挟んで伸ばす。足の指をこれトレーニングしてるのかな、多分。足の指を使えるとまあ、いい走りができるということで、パワーはできないですよね。足の指をこうグッて開くやつができないので、これをするようになってからはちょっとずつ開けるようになってきました。ふくらはぎは、はいっていう。こちらもまたアマゾンです。世界のアマゾンです。さあそしてお次はこちら、これはね頂き物なんですけど、ゴムバンドみたいな感じですね。ビン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 、ワンツ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 と目につくところに置いて毎朝ビヨーンって伸ばします。さあ続いてはこちら、こちらも足の指の力を使えるようにと買いました。こうやって履いてトレーニングするものらしいんですけど、私はもう日々スリッパで履いております。お次はこちら、こちらねすごいんですよ。ビリビリビリ分かれていて、誕生日のねプレゼントに友達からいただいたものなんですけど、体幹トレーニングとかにも使えて、あーこれからするわーっていう感じで、普通の体幹よりきつくトレーニングができます。ストレッチポールとして使うことができます。半分にしてかかと乗っけて後ろ側を鍛えるっていうことも使えます。ケアというよりかはトレーニングに近いかもしれないですけど、こちらピンクで可愛いですね。はい、そしてお次はじゃーん、ポキュン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 、超かっこいい感じの銃じゃなくてマッサージガンですね。こちらは最近手に入れました。ピッ、3段階あるので強さが選べます。足にもできちゃう。今さね最強に疲れてるので足が効きますね。これ
あーすごい、もうの震えが、寝腰とか、おー主人も荒れちゃって、おーマーメイド、っていう感じですね。かなり楽。これまた Amazon で買いました。こちらはシンガーソングランナーのスイちゃんが同じものではないんですけど持っていていいよっておすすめいただいたので買っちゃいました。めっちゃ良かったです。ありがとうございます。ではこちら、じゃーん、こちらはパナソニックのエアーマッサージャーです。こちらもいただき物なのですが、巻きつけて、こっち、ああ、もうほっとくだけで足をもみもみしていただきます。すごいです。ピンクのブーツ履いてるみたい。これはねちょっと場所取るんだけど気持ちいいです。めちゃくちゃ、あーやばい、ふくらはぎやばい、あらららららあらららら、あ、そして最後はこちらゴルフボールです。こちらねもう手軽に持っていけもできるし、手もできるし、まあ肩はよく分からんけど、足でこうやってね踏んでゴロゴロゴロってするだけでかなり気持ちいいので、手軽に持ち運べるケアグッズとしては優秀です。はい、ということで以上が私が日々使っている体の外からケアするグッズでした。そして体の中からケアをするアイテムをご紹介します。はい、こちらアミノバイタル、黒とゴールドがあります。私はこっちのゴールドの方が好きかな。そして前回のファンランでもご紹介したんですが、こちらこれだけじゃ全然わかんないんですけど、何も書いてないし、これねオルニチンと L グルタミンっていう粉です。中はね至ってマジでただの白い粉、一見怪しいって感じするんですけど、ちゃんとした粉です。かなりいい感じなのでこれは続けて言います。この2つが私が中からケアするために使っているアイテムでした。人によって合う合わない個人差はかなりあると思うので、自分に合ったケアグッズやサプリなどを見つけていくのが一番ベストだと思います。私は日々これらを使って怪我知らず、疲労もそんなに溜め込むことなく過ごせているので、なんかどれがいいか分かんなくて迷ってたって人はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは体をケアして良きランニングライフを。